はい、ちかです。今回はアニカナゴルフというゲームをご紹介します。こちらのゲームはプレイ体験を資産にすることができるブラウザ版のカジュアルゴルフゲームとなっておりまして、シンプルなゴルフゲームをプレイしてアルカナという、ものを生成しまして、これを売却することで現金ができるというゲームとなっているようで、ゴルフクラブやボールをアップグレードするとより強力なショットが打てるようになったり、精度の高いプレーができるようになるなど育成要素もあるゲームとなっております。で、このゲームはね、芸人のダイアンの津田さんやさらば青春の光、ゴージャスといったね有名人がこぞって紹介しているゲームになっていまして、まあね、案件動画ではあるんですけれども、まあね、認知度は高まっているそんなゲームとなっております。でね、正直なところ私ね、ちょっとこちらのゲームちょっと怪しくないと思ってたんですけれども、まあね、いろいろと調べていきますと、このね、アニカナというものは、こちらに、ありますように、誰でもね、気軽に〇〇トゥアーンというゲームが作れる、このね、Web3 プラットフォーム、このね、アニカナというものを使っておりまして、このね、アニカナを使うと、例えばね、プレイトゥーアーンですとか、筋トレをね、して稼ぐマッスルトゥーアーン、音楽を聴いて稼ぐリッスントゥーアーンとか、こういうね、いろんなこう、何々トゥーアーンとこういうね、プロジェクトをね、気軽に作れるものになっているみたいで、それがね、このアニカナというものになりまして、で、このね、アニカナは、こちらにね、ありますように、他にもね、いろんなゲームが出ているみたいで、ここにね、アニカナゴルフがありますけれども、他にもね、猫ダービーというものがありましたり、あとなんかね、筋トレをして、ね、稼ぐというね、マッスルトゥーアーンかな。あとはね、ラウントゥーアーンですとか、キャンプ体験をしたりできるキャンプトゥーアーンなんかもありますね。他にもね、子育てにまつわる体験をしたりできるパレネットトゥーアーンとこういうものまであったり、いろんなね、こう、なんとかトゥーアーンとこういうものができるという感じみたいです。まあね、こんな Web3 プラットフォームから出ている、このね、アニカナゴルフというゲームですので、一度ね、プレイしてみたいと思います。はい、こちらがね、実際のプレイ画面になってまして、ゴルフプレイと、あとは編成一覧ガチャ、ショップアルカナというね、ものがあります。で、まずはじゃあ編成を見てみますと、こちらでね、自分の装備かな、ノーマルクラブとこういうものと、ノーマルボールとこういうものを装備しています。で、このね、クラブとボールにもね、レベルがあったり、あとはね、パワーとかインパクト、コントロール、スピンというね、いうステータスがありますね。で、こういうステータスもね、強化できるという感じかな。で、あとは他にも、ガチャというものもありまして、このね、ガチャを引くことによって、多分ね、新しいゴルフクラブとかが当たるのかな?そうですね、新しいゴルフクラブとかが当たりそうです。ただ、このガチャをするためには、ガチャチケットというものが必要みたいですね。このガチャチケットはショップで購入ができまして、でね、ガチャチケットを購入するためには、550円。高っ !550 円かかると。で、あとは、アルカナというものがありまして、これをね、生成して稼ぐということができるようで、ただね、このアルカナの生成がまだどうやってやるのかいまいち分かってないんですけども、じゃあ一回とりあえずプレイしてみますか。ホーム戻ってもらいまして、ゴルフプレイ。ではね、緑風カントリーというね、コースをプレイします。で、プレイをするためには、耐久値というものがありまして、それね、30消費しますね。でね、耐久値っていうのはこちらね、クラブとね、ボールにこちらにありまして、これがお互いに30ずつ減るという感じかな。じゃあこちらでプレイをすると。そうですね。こちらで OK。さあ、そうしますと、で、まず何をするかと言いますと、ちょっと私もね、初見プレイなんですけども、なんかね、今、コースがね、なんかあさっての方向を向いているので、まずはこちらのコースを整える必要がある。で、この上は、この上じゃないな、この下だな。この下でこんな感じでね、こうぐーっとね、クリックして、こう動かせますね。で、これでまずはコースを整えますよと。で、それで、どこが、ここだ。ここがね、ホールなので、こちらに向かって、じゃあこの辺か?もうちょっとこっち、この辺かな。で、コースは決まりましたよと。で、次に、で、このボールの、これなんだろう、これね、こちら、この上のボタンをね、押しますと、この一気に飛距離が伸びますね。で、このね、下を押すと、飛距離が縮みます。で、真ん中だと、まあ、平均ぐらいな感じですね。これ、あれかな、もしかして、このボールのね、上を叩くと、トップスピンがかけられるという感じ。で、このボールの下を叩くと、バックスピンみたいな感じになるという感じなのかな。ちょっとね、私、全然ゴルフわかんないんでちょっと適当に言ってますけれども、まあ、そんな感じなのかもしれません。まあ、じゃあね、せっかくなので、もっと遠く飛ばしたいので、トップスピンをかけると。やべ、あ、そしてバンカー行っちゃいそうなんで、ちょっとこう距離を変える。え、こんな伸びんのこれ。こんな感じでいいか。この辺ギリギリ、このバンカーギリギリを攻めると。さあ、まあ、あとは、これかな。このショットで、このね、パワーを決めるという感じですかね。こちらじゃあショットか。ショット。さあ、いけるか。お、いい感じ、いい感じ。ちょっとずれてるけど。やべやべやべ。ちょっと行き過ぎじゃない？止まれ、止まれ、止まってくれ、止まってくれ。止まってくれ。あらー、結構いっちゃいましたね。ラフ。さあ、ラフに入っちゃいましたよと。で、じゃあ今度はここがゴールなんで、こっから狙いますと。でもこんな感じいいかな。ちょっとね、これやっちゃうとね、行き過ぎちゃうんで、こんなもんか、やっぱり。こんなもんで、じゃあパワーをどれぐらいにしましょうかというところですけども、これでいいか。じゃあこちらで、ショット。おー、いい感じ、いい感じ。いい感じよ。止まりました。さあ、グリーン乗っかりましたね。さあ次はパターになりますけども、これちょっと傾斜とか芝のね感じがちょっと分かりませんが、まあ適当にこれぐらいの強さか、ちょっとこれじゃ強すぎるかな、これがいいか、これぐらいの強さにして、これでショット。さあいけ、あ、弱い、やべやべ、弱かった。いやー、届かなかったな。すごいギリギリですけど、あらー、これ入ってない、これもうギリギリ入ってませんでしたね。ちょこっとだけパワーをプラスして、これでショット。はい、これで入りました。はい、パーということで、これで、ゴールドを100ゴールド獲得しましたね。でボーナスゲームがオープンしましたよと。でボーナスゲームはホールインワン成功でトロフィーゲットで、高レア装備で、当選確率がアップしますよと。でこのね、ホールインワン確率は 9.99 分の1ですよと。9.99 分の1ってまあまあな確率じゃない？またこれじゃあやってみますか。こちらでプレイをすると。で、このボーナスステージの場合は耐久値は消費してないですね。でこちらで OK。でさあ、ホールインワンでトロフィーを獲得ということで、あ、これで別にこれはもうなんかこう、コースとかね、パワーとかこれは決めないんですね。まあ単純にこれね、ショットをして終わりかな。そうですね。なんで、これはもう完全に運ですね、これ。運で、入るかもしれないけれど、いい感じじゃないこれ。めっちゃいい感じじゃないあれ、お、何これダメでしたよと。で、ダメだった場合の中ね、こちらのアイテム獲得しました。で、次はね、この緑カントリーのホール2をね、どんどんプレイしていくという感じですね。で、高スコアを出すと、トロフィーがね、獲得可能なボーナスゲームにチャレンジできますよと。でこれでボーナスゲームをどんどんクリアしていって、トロフィーとかの獲得を目指していくという感じのゲームかな。で、その、ね、トロフィーというものが、こちらね、アルカナに変換できるという感じかな。まあ、なんかそんな感じのゲームになりそうですね。はい、ということでね、アニカナゴルフプレイしてきましたけれども、まあね、ブラウザゲームで始めやすいゲームではあるんですけれども、まあ、正直ね、まあ、ゲームとしてはまあ正直面白くはないですね。あとはね、若干の怪しさもあるゲームになっていますので、まあね、Web3 ゲームは、初めてね、プレイするゲームは全てね、怪しみながらね、プレイするぐらいで間違いありませんので、いきなりね、自分のね、メインのウォレットを繋いだりしないように注意してください。まあ、こちらのゲームはね、ウォレットを接続せずにね、プレイできますけども、まあ、こちらのね、専用のね、ウォレットを作るのに、電話番号がね、必要になりますので、まあ、そちらをね、ご了承ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。